スーパーソフィータイム。こんにちは、アニです。今日紹介するのはこちらになります。じゃーんと、怪獣ゴビドンでございます。オリジナルソフビですね。キラートイズさんというソフビメーカーさんとコラボで制作しました。僕の頭の中にある怪獣のイメージをイラストレーターの萩池圭さんがイラスト化し、それを造形師の魅力といかねこ洋平さんが造形してくださり、こういった形になったっていうわけでございます。どうですかこれね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。あとね、ボリュームがすごいでかいんです。結構比較で現行のウルトラマンのソフィを横に持ってくるとこういった感じで、かなりね、背丈が違っていて、こうね、戦うにあたっては中ボス的な感じでいい感じなサイズだと思うんですよね。そして横から見た時がね、僕大好きなんですよ。これこの厚みどうですか。ここはね、結構厚ぼったくて、でこのでっかいねハゼがニョロッと見えてるっていうところも、これもねなかなかいいんですよね。結構でかいですね。大きさはね、多分高さ23、4センチぐらいで、厚みがね15、6センチあるかな、10そこまでないか、13、4センチかな、そんぐらいですね。でちなみに、過去に発売している、僕のソフビの牛化ボーンを横に持ってくるとこういった感じで、牛化ボーンよりもやっぱりね一回り二回りでかい感じですよね。特にやっぱり横から見た時のこの厚みの違いっていうのは、結構ねすごいあるっていうのは分かるんじゃないでしょうか。いいっすね。自分のあのソフビをこうやってねいっぱい並べれるってね最高ですね。じゃあもうちょっとね細かく見ていきましょう。頭周りはこのような感じで黄緑色の成型色に塗装になっております。銀色やメタリックブルー、黄色に金色、赤、白、銀みたいなね、結構たくさんの色で塗装されてますね。で造形がもともとすごいリアルなところにこういったね塗装を施すことによって本当に魚みたいな感じに見えてめっちゃいいですよね。目がね、これがいいですよね。本当に魚の目みたいな感じにできていて、ただ本当の目はねここなんですよ。だからこっち側が怒りに燃えた、そのねなんか復讐してやるみたいな感じな目なんですけども、こっち側は若干どこを見てるかわからない、やや正気がない感じに見えていて、だからこれ飾りっていうか被り物みたいな感じでここに乗っかってるだけみたいな、そんな感じなイメージですね。でここの部分はメタリックブルーに塗装でうにょうにょしてます。で口からね磯目がベローンと出ていて、ここはね別パーツになっていて、一応動かせることは動かせるんですけど、まあ動かす必要性はそんなにないかなって感じですね。ちょっと怖いっていうか動かしづらいんで、だからここはあんま触らない方がいいかもしれないですね。で首元っていうかエラーの部分からね、こうまた磯目がはみ出てるような感じで、これがこうドレッド状にこうね首周りから一周ぐるっと出ているような感じで、そしてそこから下うね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 とこうねドロッとした感じな、もうこの辺はもう本当にヘドラっぽい雰囲気を出しながら、そこにこうね魚を入れていくっていうような感じでこうイメージして、そのイメージ通りにねこうなってますね。この辺とかいいっすね。この金色に塗装されていて、反対側もねこの辺もハゼがねこうちょこちょこと覗いております。そして体の中心部分には、吸盤があって、ハゼは実際ここにねお腹の部分に吸盤があって、なんかそれでこうひっついてるらしいんですよ。でそれをこう同じようにねこうお腹の部分にこうくっつけてあげて、そしてまあね怪獣が好きな人だったら、ここに星型のものがあればそれはあれじゃねえかとなるわけですね。吸引するこうね要素もここにはあるみたいな感じで、なんとなく僕の中で設定されております。そして背中側のねこの尻尾の、やっぱねこの頭からずーんとねこのエラ持ってのこの中に体があるみたいな、この感じがね僕すごい好きで、でっかいハゼがねこうニョコッと入ってるみたいな、尻尾の部分いいですね。赤、黄緑、メタリックブルーのこのねグラデーションがたまんないですね。いや最高でございます。で、今はね抽選販売していて、
9月30日の23時59分まで抽選受付しているので、気になる方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方からねフォームに記入していただければと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。